さん、こんにちは。大和市民体育館前橋です。本日はバランスボールを使った運動パート38です。今回は腹筋、特に腹斜筋を鍛えていきます。まずはバランスボールの上に座ります。この状態で頭の後ろで手を組んで、膝を持ち上げ、対角線の肘で膝に触っていきます。これを繰り返していきましょう。しっかりと膝を持ち上げて腹筋を使っていきましょう。皆さんもぜひ挑戦してみてください。